皆様大変長らくお待たせいたしました。暗黒武術会ただいまより開催いたします。はい、実況させていただいておりますシュロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、プレイステーション2ね、もう本当ね、久しぶりの、自分の部屋からのね、自分の部屋からお送りしています。いつも実況部屋でね、アナログテレビを使って実況部屋からお送りしてますけどもね、今日はね、久しぶりに自分の部屋のね、地デジのね、デジタルテレビからね、お送りしていこういきますのでね、よろしくお願いします。見ての通りね、こちら、格闘ゲームになってますね。対戦格闘ゲームです。悠々白書、死闘暗黒武術界 120% フルパワーというね、ゲームですね。まあ、2D 格闘みたいな感じですね、これね、システム的にはね。こちらをね、今日やっていきます。はい。皆様、頑張ってください。伊達にあの世は見てねえぜ。じゃあちょっとアクションモード、アクションモードはどうなってたっけな、これ。フーリー、どうしてどうして。これ、コンピューターの強さ、ああ、そういうことか。これぐらいかな、うん。ラウンド数1回でいいか、1回でも1回の方がね、いろいろ見れるからね。で、あとはいいかな。うん。バーダスモードやってみましょうかね。じゃあこれで、はい、じゃあこれでいきますね。この対戦モードでちょっとやっていこうかなと思ってます。はい、そうですね。ね、ここまあ出てくるキャラクターはね、これね、まあ、これもっといるんですよ、本当はね。本当はもっといるんですけど、まあこれは最初から使えるキャラクターです、ほとんどね。うん。あら、そうか、時間か。時間で決められてんのか、これ。もうちょっとゆっくり決めさせてくれへんかなと思うけどな。キャンセルできないの、これ。潜水なんて、やったことないけど。あの世は見てねえぜ。これユウスケの声ね、最近ね、小声優さんが出した声なんでちょっと違いますよね、やっぱ声がね。手加減が無用ですよ。うん、なかなかの強さというか楽しみだ。ちょっとあれよ、あれ、あ、そう、ここでね、これやな。伊達にあの世は見てねえぜ。フーリー、どうしてどうして。バヤーン。まあね、これ結構まあいろんなキャラね、いるんですけどね。まあ、こんな感じです。いろんなキャラ使えるんですよ。うん。まあ、とりあえず僕はこれでいきます。相手どうしようかな、相手。あと4秒しかないや。じゃあ、これでいいや、スザクで。かっこいいから。
手にあの岩見てねえぜ。これもうね、完全にあの通で角度のね、あれですからね、戦いのあの感じは安らかな眠りにつかせてやろう。準備はできたか。いいか。あ、くそ、食らった。あ、強いぞ。あ、いけそう。よし、倒した。よっしゃ、絶好調。ラベスでした、勝利です。レーガン、連射もあるんやな。波動拳、GPK。キャラクター変更。桑原。桑原選手。じゃあトグロやってみよう。トグロ弟選手。じゃあね、いろんな会場ありますね。これこれ行こうか。にあの岩見てねえぜ。あ、なかなかね。あ、まあ、波動拳コマンド多いな。全開でいくぜ。ヒエか。なかなかの強さというか、楽しみだ。手加減はできない。気の毒だ。アイドルラウンド、はじめ。おお。勉強し直した方がいい。潜水選手の勝利です。すごいな、クラマー。クラマー選手。クラマーと、というかこいつ。
これ、コエンマ使った場合は、あれやもんな。戦わないで、こいつ自ら戦わない。確か。早乙女が戦うんですよ、代わりに確かね。確かそうやったと思う。だてにあの世は見てねえぜ。あの鬼の早乙女がね、代わりに戦うんだったと思いますよ。コエンマ選ぶとね。どうやらわしの出番のようだな。慣れ合いよりも締め切ろうですか。ファイナルラウンド。あ、戦うんや、自ら。始め。どんな戦い方や。おお、やるな。なるほど。メニュー画面に戻る。伊達にあの世は見てねえぜ。ちょっとやってみるかな。誰だ。はじめから。ルバカサッサ。霊界探偵浦飯祐介。新たなる使命。この物語は主人公浦飯祐介の数奇な運命の物語である。子供を助けようとして交通事故に遭い、幽霊となってしまった祐介だったが、予定外の死に閻魔大王の息子コエンマは生き返るための試練を与えることにした。ユースケは霊界からの試練を乗り越え、そしてその行いをコエンマに認められ生き返ることが許された。人間界での生活に戻ったユースケだが、霊界伝言役ボタンはコエンマからの新たな使命を伝えた。霊界の邪気が人間界で引き起こす事件を解決せよ。ユースケは霊界探偵に任命されたのである。霊界探偵としての最初の任務は、3人組の妖怪盗賊により霊界大秘宝館から盗まれた闇の三大秘宝、高魔の剣、暗黒鏡、ガキ玉を取り返すというものであった、あったな。ユースケは三盗賊の一人、子供の魂を食べてしまう鬼ゴーキを発見し立ち向かうが、想像以上のパワーに一度は圧倒されてしまう。深手を負ってしまったユースケだが、ゴーキに食べられた子供の魂を救うため、そして奪われた秘宝ガキ玉を取り戻すべく再びゴーキに立ち向かった。ゴーキか。そうなんですよね、これゴーキもね、敵として出てくるんですよね。伊達にあの世は見てねえぜ。目障りな奴め、ぶち殺すよ。この勝負、負けらんねえぜ。声優若本さんやね。そういえばそうやったな。始め。おお、強い。ああ、強い。よし、おい、一発で倒した。早い。セーブ、そうやな。押しといてもいいか。いいよ。
男子比例、うん、苦戦の末に豪気を倒しガキ玉を取り戻した祐介だったが、その戦いの傷が癒える間もなく、残る二盗賊の一人クラマが現れる。だが意外にもクラマは戦う意志がないことを祐介に告げ、自分を捕まえるのを3日だけ待ってほしいと頼む、うん、クラマは妖怪であるが人間としての生活をしており、うん、病気の母親を助けるために暗黒鏡の魔力を必要としていたのだった。なるほど。暗黒鏡は願いを叶える代償として使った者の命を必要とする。クラマは自らの命を捧げる覚悟をしていたが、ユウスケの捨て身の行動によりその命を救われるのであった。そうやったな、懐かしいな。こうして無事暗黒鏡も取り戻したユウスケだったが、三盗賊の最後の一人比叡の魔の手がユウスケの幼なじみであるケイコに襲いかかった。比叡によってさらわれたケイコを取り返すため、そして最後の秘宝コウマの剣を取り戻すため、ユウスケは比叡の元へと向かうのであった。この頃の比叡は極悪やったもんな。怖かったよね、この時の比叡はね。まあね、ドラゴンボールでいうベジータみたいなもんですからね、比叡はね、うん、伊達にあの世は見てねえぜ。まあね、ちょっとローティングに時間かかるな。手加減って気の毒だ。よこすんだ、てめえを速攻ぶっ倒す。アイダララウンド始め。いがん、いがん、これだけでいけんちゃうの。背低いからな、当たりにくいねんな。なんかフェイントレーガンみたいなあるね。あ、倒した。はいはい。よっしゃ、絶好調。ラメ選手の勝利です。うん。ユウスケ VS ランドウ、乱れ飛ぶ妖術。おお、ランドウか。霊界探偵となり霊界の三大秘宝を無事取り戻した恨めしユウスケ、次なる指令は霊波道の使い手玄海師範のもとへ弟子入り志願者として潜入し、ランドウと呼ばれる奥義破り専門の妖怪に玄海師範の奥義が渡るのを防ぐことであった。玄海の与える厳しい試験を勝ち抜いたユウスケは、最終審査として残った7人の精鋭たちと奥義継承トーナメントで戦うことになる。あったね。実力伯仲する中、準決勝に残ったのは風丸、勝利、桑原、そしてユウスケの4人。ユウスケは南道が誰なのか判別できぬまま忍者風丸と対戦、死闘の末辛くもこれに勝利した。うん、続く勝利と桑原の対戦。そうそう、こいつがねランドの正体なんですよね。桑原優勢に見える戦いであったが、勝利の呪術によりもてあそばれた桑原は無残な敗北を遂げる。ユウスケは桑原の仇を討つべく勝利に挑み、激しい戦いの末これに勝利したかに見えたが、恐ろしき妖怪ランドウはついにその正体を表した。すでに力を使い果たしてしまったユウスケ、果たして勝ち目はあるのだろうか。ランドウを倒せ。ねえ、こいつもねインパクトありましたね。伊達にあの世は見てねえぜ。どうやって苦しめてあげましょうか。準備はできたか。行くぜ。うん、第一ラウンド始め。こいつもいけんちゃうな、レーガン。
よし、特大ライナーか。第2ラウンド。あ、第2ラウンドあんの？もう連打や。連打。よし、行った。え、まだあんの？そのままに3ラウンドの差になってるよ。このフェイントみたいなのいらんねんけどな。余裕やった。余裕ですがね。いいよ。迷宮城の戦い、スザクとの対決。うん。極悪妖怪の住む世界、妖魔街からコエンマに脅迫状が届いた。要求を拒否すれば数千匹の魔界中が人に乗り移り人間界を破壊するというのだ。うん、あったね。ユウスケはコエンマの要請により魔界中を操っている寄生獣を倒すため、クワバラ、そして強力な助っ人クラマ、ヒエと合流し、寄生獣の待つ迷宮城へと乗り込んだ。第一の寄生獣は人眼一体の肉体を持つゲンブ。クラマは切り刻んでも元に戻ってしまうゲンブの能力に苦戦するが、傷を負いながらも華麗なる反撃により勝利を収める。次なる死生獣ビャッコは対するクワバラの霊気を吸い取り、圧倒的な強さを見せつける。窮地に追い込まれたクワバラだったが、決死の特攻攻撃により勝利をつかみ取った。第三の死生獣はセーデ。絶対霊度に近い陶器の剣を操る、倒されたな。恐るべき剣法の使い手である。戦いの前、助けを求め現れた白鵬、一瞬の間に惨殺したセーリンの冷酷な行為に対し、怒りをあらわにするヒエ。その圧倒的な剣術で瞬殺や。セーリンを撃破する。瞬殺やったな、これ。一発でね。残る死生獣はリーダーのスザクのみとなった。スザクはユウスケを混乱させるために人間界の稽古を襲うべく、魔界中によって操られた人間を皿屋敷中学へ集結させた。人間界を寄生獣の魔の手から守るため、そして稽古を救うために、ついに寄生獣最大最強の敵スザクとの決戦の火蓋が切られた。わかりやすいね、解説が。やっぱスザクかっけえな。敵にしとくのもったいないぐらいやな。この時しか出てこないのがもったいないわ。だけにあの岩見てねえぜ。うん、半ばにしてあげてもよかったんじゃないかなって思うぐらいかっこいいね。俺が寄生獣リーダーのスザク。さあ楽しませてくれ。この勝負負けらんねえぜ。第1ラウンド始め。よし、一回勝った。終わりだ。ショットガン。
棒やるな。そうか、出ないときはパワーがないってことやな、レーガン。フェイントじゃないんやな、これ出ないってことや。やばいやばい、やられる。あぶねえ。よっしゃ、絶好調。ラベ選手の勝利だ。闇の使者トグの兄弟、うん、悪名高い南道スザクといった妖怪を倒し霊界探偵として一回り成長した浦飯雄介、今コエンマから新たなる出動要請が下された。それはタルカネゴンゾーに捕らえられているユキナという少女を救い出すことであった。ユキナは氷目と呼ばれる妖怪の仲間であり、実はキエの生き別れの妹であった。氷目の涙は闇根で軽く数億円はするヒル遺跡という宝石となる。タルカネはユキナを監禁し金儲けのために無理やり宝石を作らせているのであった。ユウスケとクワバラ、そしてボタンはユキナを救い出すためタルカネゴンゾーの敷地内へと潜入したが、そこにはタルカネに雇われたトグロ兄弟をはじめとする妖怪集団が待ち受けていた。だが幾多の試練を乗り越え成長してきたユウスケとクワバラにとって敷地内を警護する妖怪たちは敵ではなかった、うん、そして屋敷内に見事潜入し強敵三騎士をも打ち倒した。ユキナ救出に向け屋敷の奥深くへと進むユウスケたちであったが、最後の強敵トグロ兄弟がその前に立ちはだかった。果たしてユウスケたちはトグロを倒し無事ユキナを救い出すことができるのか。うん、二人がかりでトグロを倒せ。二人出てこんな。伊達にあの世は見てねえぜ。腕が鳴るね。全開でいくぜ。第一ラウンド始め。勝やった。クワバラで十分やったな。ユウスケの出番なしやった。暗黒武術界への招待。戦場の戦い。コエンマの指令により、タルカネゴンゾーの屋敷に潜入したユウスケたち。
壮絶な戦いの末にトグロを倒し、見事ユキナの救出に成功する。任務を完了し平穏な日常へ戻ったかに思えたが、一度は倒したはずのトグロが再びユースケの前に現れた。トグロはユースケたちを暗黒武術界と呼ばれる闇の格闘技戦にゲストとして招待すると告げた。そしてユースケの強さを認めたトグロは隠していた自分の真の実力を見せつけた。トグロのあまりの強さに動くこともできなかったユースケは自分の弱さを痛感し、玄海師範の元を訪れた。ユースケはさらなる強さを求め、そしてトグロを倒すために死に物狂いの特訓を行ったのである。そして2ヶ月が過ぎ、ついに暗黒武術会開催の日となった。ユースケたち、そして血を求め野心を抱いた妖怪たちを乗せ船は出航した。目的地は絶海の孤島クリククリ島、暗黒武術会会場である。しかし会場へと向かう戦場では暗黒武術会予選会がユースケたちを待ち受けていた。予選会はチームの中で最強と思われる代表選手によるサバイバル戦で行われる。裏飯チームの代表は玄海師範。今暗黒武術会決勝トーナメント出場の権利をかけ壮絶なる戦いが始まる。全て玄海一人で全ての雑魚妖怪を倒せ。ちょっとしたあれか、ファイナルファイトみたいな感じになってんのかな。そんな感じやな。だてにあの世は見てねえぜ。雑魚妖怪を倒すか。殺してやる。あたしの勝負とはいい度胸じゃないか。アイダラウンド始め。雑魚 A、 雑魚 A か。あれ、なかなかやるな。あ、余裕だった。これでも手加減したんだけどね。玄海選手の勝利です。伊達にあの世は見てねえぜ。これ一人ずつ出てくんの妖怪。一人ずつかいな。殺せ殺せ殺せ。どっからでもかかってきな。アイダラウンド始め。ワイガンワイガン、クリスマワイガン成功。弱いわ。修行が足りんな。玄海選手の勝利です。伊達にあの世は見てねえぜ。雑魚妖怪一人ずつか。まとめて出てくれないのにな。帰ってめんどくさいよ。いいかもだぜ。あたしと勝負とはいい度胸じゃないか。アイダラウンド始め。やっ、ワイガン天候。ほほ、連打できた。これでも手加減したんだけどね。玄海だいぶ手加減してると思うよ。うん。伊達にあの世は見てねえぜ。これ格闘の難易度はそんなに高くないな、このゲームな。うん。まだいいのかい。まだいるんかい。戦い方を教えてやるよ。アイダラウンド始め。よっと。よっと。おい、いや、ちょっと待って。こいつちょっと強いぞ。ワイガン。そうか、レーガン出ないからな。もうこれでいいじゃん。これでも手加減したんだけどね。玄海選手の勝利です。伊達にあの世は見てねえぜ。俺は強いんだぞ。まだいるんか。開けたら山ごもり1ヶ月だよ。うわ
伊達にあの世は見てねえぜ。俺は強い。まだ4回。ああ、どっからでもかかってきな。はい、終わり。修行が足りんな。変態にしましょうね。これで終わりか、やっと。小さな強敵リンクの秘技、戦場での暗黒武術会予選会を難なく突破したユースケたちは首くくり島に到着した、いよいよ暗黒武術会の開幕である。暗黒武術会とは闇の力を使い富を築いた裏社会の富豪や実力者たちがさらなる富と道楽を求め、それぞれ最強と自負するメンバー5人を参加させバトルを繰り広げる史上最強の格闘技戦である。この大会にはゲストとして闇の世界に深く関わる人間が強制的にエントリーされる。拒否することはすなわち死を意味する。今大会ゲストとして呼ばれた裏飯チームには勝ち続けること以外生き残る術はない。裏飯チーム初戦の相手は六遊会チーム、都心の歓楽街出身のなこそは売れていないが実力のある新勢力妖怪集団である。両チーム代表桑原ゼブ合意のもと勝負は1対1の対戦方式となった。先鋒戦六遊会チームはリンク、対する裏飯チーム1番とは桑原一馬。今暗黒武術会1回戦第1試合が開始される。リンクね。伊達にあの世は見てねえぜ。危なかった。ナロトって誰もがクラマの圧倒的な勝利を確信した。だがロトはクラマの
の人間界での母親を人質に取るという卑怯な手段でクラマを脅迫する。無抵抗となったクラマにロトは容赦のない攻撃を仕掛けるが、一瞬の隙をついたクラマの知略の前にロトは動きを封じられ花と散った。死ぬ。白熱する戦いは中堅戦へと進み、驚異的な妖力を持つ火炎術者ゼルの登場となった。対する恨めしチーム、迎え撃つのはヒエ。開始早々ゼルの圧倒的な火炎術の前に防戦一方となるヒエであったが、恐るべき魔を秘めた炎術蛇王炎殺剣の奥義黒竜派を放ち、一瞬のうちにゼルを魔界の炎で焼き尽くした。うん、瞬殺やったね。そしていよいよ大将戦、六遊会チーム、次に出てきたのがわけのわからない酔っ払いチュウ。一方裏飯チームは大将のユウスケがついに戦いの場へと進む。両チームの大将同士の決戦が今始まろうとしている。そうですね。伊達にあの世は見てねえぜ。俺の水気を見極められるか。うん、声優はやっぱり若本さんやね。始めようぜ。第一ラウンド始め。ドラゴンボールのねセルの声やってた人ですよ、若本さんってね。危ねえ。あ、惜しい。強かったな、なかなか。闇の忍び、魔性使いチーム。うん、これね、六遊会チームと裏飯チームの勝負の行方は中とユウスケの決戦に持ち込まれた。壮絶な戦いの末、辛くもユウスケが勝利を収め、裏飯チームは1回戦を突破したのである。暗黒武術界2回戦、ユウスケたちの相手は謎の武道家集団ドクター一垣チーム。だがユウスケたちの対戦相手はドクター一垣の悪辣な罠によって殺人マシーンに改造された人間たちであった。あったな、これな、悲しかったよな。攻撃をやめ必死の説得を試みるが、無情にも集中攻撃を受けてしまう。桑原が戦闘不能となり危機に陥ったユウスケたちだったが、
玄海の活躍により辛くも勝利を収める。2回戦の苦境を乗り切った祐介たちだが、休む間もなく場所を使いチームとの連戦を強いられた。そして大会本部の陰謀により、比叡と玄海が結界の中に閉じ込められてしまう。先方戦、場所を使いチームは化粧使いガーバ、裏飯チームはクラマが先陣を切った。クラマはガマの呪いの化粧により動きを封じられ、窮地に追い込まれるが、瞬間の勝機をつかみ辛くも大逆転を見せる。続く時報戦、対する相手は樹氷使い東野。ガマとの戦いのダメージが残り、さらに呪いの化粧により妖気を封じられたクラマに、果たして勝機はあるのだろうか。そして裏飯チームは勝ち残ることができるのであろうか。お、ハンディキャップを負ったクラマで東野の勝利した。東野か。伊達にあの世は見てねえぜ。貴様は確実に倒す。俺の出番なんだね。あ、技が出ないな、おい。技が出ないぞ。なんとか。いろんな技あるんですけどね。あ、ジンもか。連続やな、おい。伊達にあの世は見てねえぜ。一番使いやすいかもしれないな。あー、そう、当たらんかった。あー、強い。陣強い。あー、陣強いわ。よしよし。やばいやばい。あー、やられた。惜しいな、もうちょっとやったのにな。初めて負けたね、敵の。うわ、強いぞこの陣。あ、出ない出ない。よっしゃー、やっとかった。
このパンチとかで戦うところはもう完全にあれやん、鉄拳とかバーチャファイターの感覚に近いね。よし、立った。もう強かった。危なかったな。四強揃う裏おとぎチームとの戦い。うん。数々の厳しい戦いを勝ち抜き成長してきたユウスケたち。見事魔性使いチームに勝利し準決勝進出を決めたのである。うん。だが限界は今のユウスケの力では最大の敵トグロに勝てないと判断し、ユウスケに霊光波動拳の王に霊光玉拳と李翔の下りが完全に省略されてた。想像を絶する試練の過酷さに一人もがき苦しむユウスケ、まさに命がけの試練となったのである。一方、暗黒武術界は闘技場を新たにし準決勝の幕が切って落とされた。対する相手は裏おとぎチーム。ケイは魔金太郎を一撃のもとに倒し、次なる相手黒桃太郎と連戦。闇アイテムで肉体を強化した黒桃太郎を前に絶体絶命のピンチを迎えたヒエだが、卓越した格闘センスでこれを切り抜け戦いに勝利する。うん。裏おとぎチーム次なる相手は裏浦島。裏飯チームはクラマが戦うこととなった。クラマは裏浦島の罠にかかり厳しい窮地に追い込まれたが、状況は一変する。皮肉にも裏浦島の仕掛けた罠が恐ろしくも美しい銀髪の妖怪妖子クラマを呼び覚ましてしまったのであった。さあお仕置きの時間だ。そしてその強力無比な妖力で裏浦島を圧倒し戦いに勝利したのである。残る相手は獅子若丸と恩人。うん。未だその実力を見せていない2人に対し裏飯チームは限界が立ち向かう。だがユウスケに霊光玉を託し霊力が残り少なくなった限界に勝ち目はあるのか。うん。そして裏飯チームは決勝戦へと勝ち進むことができるのであろうか。ハンディキャップを負った限界で死ぬ獅子若丸オンジーと連戦し勝利しよう。うん。そうね、オンジーというのはね、美しき的岡鈴木なんですよね、正体がね。うん。伊達にあの世は見てねえぜ。手合わせでな。さあどっからでもかかってきな。第一ラウンド始め。クリア。エイガン。クリア。エイガン。いや、行こうだ。エイガン。じゃ逮捕。エイガン。エイガン。おお強い。あ、そうか。ヒットポイント少ないのか、限界。だから強いんや。あ、出ない、出ない。もうこれでやるしかないよ、パンチで。うん、出ないから。よし、よかった。うわ強い、やばい。あーやられた。うわやばい、
強いぞこいつは。うわやばい、うわ強い、負けた。これどうなるんやろうな、負けたら。あ、こうなるんか。じゃあ一応コンティニューみたいな感じや。負けたら山ごもり1ヶ月だよ。大一ラウンド始め。おお、危なかった。おお危ねえ、やばいやばいやばい、あー強い、やばい、あーやられた。うわやばい、あーやばい、あぶねー、やっと勝った。伊達にあの世は見てねえぜ。やっぱりな、この辺になると難易度上がってますね。かかってくるがよい。負けたら山守り1ヶ月だよ。恩人な。3ヶ月の多すぎるな、これ勝たなあかんのが。50年目の決着、うん、ユウスケ抜きで裏おとぎチームと対戦した裏飯チームは玄海師範の活躍により決勝進出を決めた、うん、一方ユウスケは玄海師範の与えた最大の試練を辛くも乗り越え死の淵からよみがえり、ついに霊光波動拳の奥義霊光玉を自分のものとしたのである。暗黒武術会は準決勝第2試合を迎え、いよいよトグロチームの戦いが始まった。トグロチームにはトグロ弟の姿はなく、チャンスとばかりに果敢に挑むゴレンジャチームだったが、カラス、ブイ、トグロ兄の圧倒的な実力の前に惨敗を遂げる。トグロチームは完全勝利で決勝進出を決めた。その頃、玄海とトグロは武術会場を離れ、森の中で対峙していた。玄海とトグロ、二人は50年前、共に暗黒武術会でゲストとして戦った仲間であった。トグロは大会優勝者の望みとして、永遠の若さを求め、
仲間の猛反対を無視し妖怪に転生していたのだ。そして50年の歳月が流れ、暗黒武術界で再会した2人、互いの生き方を否定し譲らぬ信念をかけた我の張り合い、もはやどちらかの死をもってしか答えは出ない。霊光波動拳を祐介に託した玄海は50年目の決着をつけるために、そして戸黒の目を覚ますために己の命を懸けて戦いに挑む。残りの霊力、霊眼三発、全力を込めて撃つ。ハンディキャップを折った見解でどこに通ってんすよ、ですよ。またか、また同じパターンやな、さっきとね。これ勝てないはずやけどな。原作ではこれ勝てないんですよ。伊達にあの世は見てねえぜ。見解殺されるんですけどね。だからこれは勝てない。でも勝利せよって書いてあるから勝たなあかんのか。何年ぶりかね、血が騒ぐ。ああ、どっからでもかかってきな。第一ラウンド。うわ、ヒットマン超少ない。これは勝てないやろ、絶対。レーガン持てないやん、あんまりから。必殺技ゲージもほとんどないやん。うわ、これは勝てないわ。第二ラウンド。厳しいわ、これ。おお、勝てた。でも3回も勝たなあかんのやな、きついな。うわ、そりゃそうやわ。ほら無理やわ。あ、これでいいのか、やっぱりね、成分になってるのが進むんよね。そりゃそうやもん、勝てないよ。波乱の決勝戦開始。暗黒武術界決勝戦を前に、玄海師範は戸黒の手にかかり、その命を奪われた。死であった玄海を失い、悲しみに打ちのめされる祐介。だが祐介は玄海が全てを自分に託し、納得済みの戦いでこの世を去ったことを受け止め、玄海の死の悲しみを乗り越えたのである。祐介、負けるんじゃないよ。一方、自らの技に磨きをかけようと必死になる比叡、クラマ、桑原。そんな中、かつての敵であった裏ごとにチームの鈴木が打倒戸黒の思いを胸に、クラマ、桑原のもとに闇アイテムを託しに現れた。一同の気持ちは今、戸黒チームとの決戦に向けて燃え上がる。ついに迎えた暗黒武術界決勝戦。玄海を失った祐介は悲しみを闘志に変え、戸黒チームとの戦いに赴く。大会ルールにより決勝戦は5人ずつ1対1の戦いで行われる。両チーム5人目が登場し、いよいよ戦いが開始された。先鋒戦、戸黒チームは謎めいた力を操るカラス、裏飯チームは自ら進み出て戦いに臨むクラマ。バン。果たして勝者となるのはクラマか、それともカラスか。そして未だその全貌を見せない戸黒チームの実力はいかに。うん、お、連続やなこれ。クラマとかカラス、クラマ対カラス、比叡対ブイ、桑原対戸黒兄。
一気にやるんや。これはでもね、弱った状態の戦うわけではないからいけそうな気がするな。手加減なら必要だ。手加減は必要ですよ。だからこれクラマーな、操作しづらいねんな、慣れてないからまだ。うお強い。あーやられた、惜しいな。やばいやばい、うわ強い。よし倒した、危ねえ。足止め役にしてもできるんですか。陽子になるまでもなく勝てたけど。今度これは V ね、ヒエと V ね。伊達にあの世は見てねえぜ。ダメしといてもう精一杯やらんと勝てまへんで、ヒエ。まあ素早さはあるからな、攻撃は早くできるはずやからな。やばいやばい、強い。もう攻撃力あるな、こいつ。さすがに。やばい。あかんな、ヒエは攻撃力弱いからその代わり素早いけど。倒すっていうのはちょっと多いな。宿命の対決、嵐の大将戦。あれ、クワバルトの
コマバルとトクロ兄の戦いはどうなったんや。激しい戦いが繰り広げられた暗黒武術界決勝戦。血で血を洗うこの戦い、復讐と怨念の入り混じった壮絶な戦い、そしてクラマ、ヒエ、クワバラの激戦の末迎えた最後の戦い。ユースケとトグロの宿命の対決が今始まろうとしていた。クワバラとトグロ兄の戦いカットされてるじゃん。決勝戦始め。いいか裏飯、一対一だ。80% からいにあの世は見てねえぜ。見せてくれお前の真の力。さあ、もう始めようぜ。第一ラウンド始め。やばいやばい。強いなやっぱり。100% もね、出てくると思うから、こいつはちょっと弱めになってるのかな。もう今の 100% やったよね、なんか結構。最後のラウンド強くなってるな。よし倒した。よっしゃ絶好調。ラメ選手の勝利だ。初めて敵に会えた。いい試合をしよう。100%。
100%。 本当にあれやな、もうドラゴンボールでいうフリーザみたいなもんやからね、ところがね、まあ、存在的にはね。さあ、こいつは強いかもな。伊達にあの世は見てねえぜ。お前は俺の期待に応えてくれず。さあ、始めようぜ。アイナのラスト。これは一回でいいんや。これは一回勝てばいいのか。少ないや、この代わり、こっちが。あ、出なくなった。ああ、やられた。力を出せたのは初めてだ。心地の良い緊迫感。さあ、始めようぜ。アイナのラスト、始め。うお、強い。やっぱ強いわ。うわ、あんだけしか減らへんの、それでも。うわ、強いわ。とは違う。さあ、始めようぜ。アイナのラスト、始め。なんか技出ない。あの力を出せたのは初めてだ。Hey!
ほら出ない技が。やばい。あかん。強いわ。強いなこいつは。めっちゃ強いなこれ。ああいう全部避けられた。あかん、避けられた。あかんな、勝てんなこれ。うわ、パーフェクトやこれ。力を持たせたのは初めてだ。たった一回勝つだけやのに勝てんな。あかん。ああもういきなりダメージ受けてる。受けるのもうまいしな。ですね、これね勝てませんね。何回やっても同じですわ。はい、これで終わらせ